アプスーアプスー、またはアプスはシュメール神話、アッカド神話において存在していたと伝えられる指定の淡水の海のことである。湖、泉、川、井戸その他の淡水はアプスーが源であると考えられていた。シュメールの神であるエンキは人間が創造される以前からアブズの中に住んでいたと信じられていた。他にエンキの妻ダムガルヌンナ、母ナンム、 助言者イシムード、また、モンバンのラハムをはじめとする様々な下僕がアブズの中に住んでいた。都市エリドにおいては、延期を祀る寺院はエアブーズと呼ばれており、沼地の端部に位置していた。バビロニアやアッシリアの寺院においては、壁に囲まれた寺院の内部に置かれた清水の水槽も、またアップスと呼ばれていた。宗教的な戦場行為への使用を目的としたものとして、 イスラム教のモスクにおける、礼拝前の正常のために中庭に設けられた泉や、キリスト教の教会におけるアライライバンなどの先駆と、みなされる可能性がある。アプスーは、アッシュールバニパルの図書館から写本が出土した、バビロニアの創世期神話である、エヌマエリシュにおいてのみ、神として描かれている。エヌマエリシュにおいて、アプスーは、最初に、淡水から生じた神であり、 塩水から生じた女神、ティアマトの伴侶である。エヌマエリシュの冒頭は、上にあるアマネは名付けられておらず、下にある地にもまた名がなかった時のことで始まっており、淡水の海アップ数が存在し、第一のもの、すべてのものの父親とされていたと続く。そして、すべてを生み出す母、塩水の海ティアマトと共に、互いに水をかき混ぜ合っており、作物を生む地面はおろか。 足の生える沼地ですら存在しなかったと伝える。アップスーは後のメソポタミアの震元気の原型であると考える見方もある。ジョセフ・キャンベルの社会政治学説がその中心である。キャンベルは次のように指摘する。そのような神話が物語ることは宗教が現実に置き換わっていった歴史である。宇宙の起源、神々の経図が主として意図することは、 前から存在している神は、社会から提出される批判に対し、後から存在する支配者側の神は、社会秩序の立場から、効果的な反論を加えることである。アッカド帝国及びシンバビロニアにおいて、神延期は神やと同一視されていた。新しい支配者たちは、祭司においては、以前から存在していた神、アプスーを外形的に入れながらも、 存在感を薄めるという方法により、征服を行ったのである。エリグイン・スメディアン・リテラチュア、マーガレット・ホイットニー・グリーン、ページーズ180から182、PhD ディサーテーション、ユニバーシティ・オブ・シカゴ、1975。ありがとうございます。